がフレイヤ弾頭の被災から1ヶ月が経ちました。本日はシャルル皇帝陛下より重大な発表があるとのことで、ペンドラゴン公宮より国際生中継にてお伝えします。一月もの間公の場にお出ましにならなかった皇帝陛下ですが、陛下は行方不明とか言ってなかった？報告してきたビスマルク本人がいないのでは？そんなことよりシュナイゼルたちは？さあ、カンボジアでは連絡も。皇帝陛下ご入来！陛下は？なんで？まさか。そんな嘘、どうして？私が第99代ブリトニア皇帝ルルーシュビ・ブリトニアです。なんと、ルルーシュ。本当に生きていた？そうです、姉上、地獄の底から舞い戻ってきました。よかったよルルーシュ、ナナリーが見つかった時にもしかしたらと思ったけど、しかしいささか冗談が過ぎるんじゃないか。そこは父上の。第98代皇帝シャルルジ・ブリトニアは私が殺した。は？よって次の皇帝には私がなる。何言ってんの、ありえない。あの知れ者を排除しなさい。皇帝陛下を刺客した大罪人です。紹介しよう。我が騎士クルルギ氏族、彼にはラウンズを超えるラウンズとしてナイトオブゼロの称号を与える。あの方とスザクは？いけないよルルーシュ、クルルギ卿も国際中継でこんな悪ふざけを。そうですか、では分かりやすくお話ししましょう。我を認めよ。だからそんな冗談はもうやめないと。Yes, Your Majesty! All Hail